モール長さん、ありがとう。フローリング長数にあるストップさん、ありがとう。ふわもふけだまさんもありがとう。うれいさん、ありがとう。そうだ、ちょっと、ちょっとだけ言っとこうかなと思うのが、ここが休止をね、ちょっと発表していたと思うんですけど、僕、ちゃんとね、ここと一緒に、ご飯行ったりとかもしてるし、話したりとかもね、しているから、今ここにちょっといるかわからないですけど、気流会の皆さんもね、ちょっと安心してもろて、一緒に会長と共に、お休みの期間ね、ゆっくりゴロゴロしていてくれたらなと思います。みんながすごく多分心配するような、こう、なんていうの、やばい方向に向かってるとかそういうわけでは、ないよと。今のところはね、それはないよっていう方にね、伝えておこうかなと思いました。一番近いからお世話をね、してもろてで、本当に。世話するよ、もう。だっておむつも買ってったしね。本当にね、寂しがりあんとこもね、あるね。ゲップはね、うるせえし、当たり前におならもね、へこくようになりましたけども。へこくようになりやがったけども。元気にね、一緒にね、やっておりますのでね。みんなも安心して、ちょっと待っていてあげたら、くれたら嬉しいなとね、思いますよ。多分すごく、こう、気流会、タツノコのみんな、心配だと思うんだよな、本当にな。心配だと思うけど、大丈夫だからね、みんな心配しすぎて自分がさ、本当に元気なくさないようにするのだよ、本当にね。よろしくだぞ、と。アイドルなのに、へを動くのか？動くよ。あいつこき上がるよ、へを。あ、しかもね、宣言するから。あ、へが出る。あ、もうへ出そう。言うなよ、マジ。しかも、外で。外だったらさ、バレないじゃん。もう言うなよ、と思って。あ、出そう。わあ、出た。とか言うから、マジ勘弁しろ、っていう。そんな感じですね。ちょっとね、触れておこうかなと思いました。若さん、ありがとう。ジョニー兄貴さんもありがとう。刹那式さん、ありがとう。綾瀬白斗さんもありがとう。